皆さんお久しぶりです。ラーメン YouTuber のカイトです。今回ですけども、東京都新宿区の新宿三丁目駅から徒歩2分くらい、新宿駅からも歩いていくことができるラーメンクローズさんに行ってきました。クローズさんは新宿でラーメンを食べるなら必ず名前が上がる有名店の一つ、林田さんの系列店で、大山鶏の丸鶏をふんだんに使った水鶏系の醤油ラーメンを食べられるお店です。またこのチャンネルでは全国のラーメンを皆様に紹介しているので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録をよろしくお願いします。それでは早速行ってみよう。こちらがクローズさんのメニューです。ちなみに私カイト、新宿三丁目駅ではなく新宿駅から歩いて向かいまして、向かっている途中、丸鶏の醤油ラーメンにしようかのどぐろそばにしようかずっと迷っていたのですが、今回のどぐろそばは売り切れだったため、結果的には迷うことなく醤油ラーメンを特製でお願いしました。チャーシュー丼もお願いして待っているとやってきました。こちらが特製醤油ラーメンとチャーシュー丼です。チャーシュー丼は後ほど詳しく解説させていただくということで、まずはラーメンから。着丼した瞬間から丸鶏と木揚げ醤油の強い香りが漂うスープの上には、レア肩ロース、レア鶏胸肉、豚バラ燻製焼きの3種類のチャーシュー、味玉1個に大きめのメンマ、ネギや海苔も入っています。映像ではどうしても伝わりませんが、匂いがとにかくいいのと、盛り付けが綺麗なところがさらにポイントを上げてくるなぁ、ということでいただきます。まずはスープから。大山鶏の丸鶏を中心に鴨ガラ、鶏ガラを加えたスープは、厚みのミルフィーユという言葉がぴったりな分厚い厚みが口の中を一気に襲ってくる極上のスープで、このスープを一口口に入れた瞬間に、メインや具材を食べる前の時点でメインや具材も間違いないであろうと断定できる絶品スープ。鶏や鴨の分厚い旨味を木揚げ醤油がしっかり支えており、このラーメンはこってりかあっさりかで分類するならあっさり系のラーメンだと思いますが、濃い味好きのカイトが飲んでもあっさりしているまたは薄いと感じることは全くなく、新宿でラーメンを食べたいけどどこがいい？と友達に聞かれたらここだと答えたくなるナイスなスープ。カイトさん、友達いたんすか？と声が聞こえてきそうなので麺を食らっていく。麺は水鶏系のお店さんの中では定番の細めの麺。北海道産小麦を中心に数種類の国産小麦をブレンドした麺は、他の水鶏系のお店さんの麺と比較すると若干気持ち固めに仕上げられている印象で、細麺でありながら芯が残った麺はしなやかに食べていける一方、麺を食べていることもしっかり感じさせてくれるのは嬉しいポイント。今回はチャーシュー丼も注文しているので替え玉はお願いしませんでしたが、チャーシュー丼を注文していなかったら間違いなく替え玉を注文していたであろうナイスな麺を堪能したところで、メンマの登場です。メンマは大きく太めのメンマが4本入っており、見た目的には結構濃いめの味付けなのかと思っていましたが、一口食らってみるといい意味でそこまで濃すぎるということはなく、若干の甘みのようなものも感じる優しいメンマ。そんな優しさがある一方で歯ごたえはコリコリ感がしっかり残っており、このギャップは先日の雪の中かっこつけて芸能人オーラを放ちながらポケットに手を入れて歩いていたら雪でスリップして転びそうになったカイトと同じスタイル。さて3種類のチャーシューの登場です。まずは豚バラ燻製焼きチャーシューから。口の中に入れた瞬間に噛む前から燻製の香りをふわっと感じることができるチャーシューは、一口噛んだ瞬間に肉汁と燻製の旨味がぐわっと口の中を広がるナイスなチャーシュー。見た目よりはしっかりとした歯ごたえがあり、噛むごとに旨味と香りを楽しめるのがこちらのチャーシューの特徴です。次にレア鶏胸肉のチャーシューをいただきます。こちらはコリコリっとした食感が特徴で、他のお店さんの鶏チャーシューと比較すると若干味付けが濃いめな印象もあり、濃い味好きのカイトとしてはこちらも嬉しいポイント。鶏の臭みは一切なく、実は鶏チャーシューがそこまで大好きなわけではない私カイト的にもこの鶏チャーシューは美味しいなぁと思いました。3種類目はレア肩ロースのチャーシューです。こちらは肩ロースならではの噛み心地と肉の旨味をしっかり感じることができ、いい意味で見た目から想像できるお手本的な味の美味しいチャーシューで、3種類とも小ぶりなチャーシューではあったものの、それぞれ違った味を一杯のラーメンで楽しめるのは嬉しいポイントでした。中盤になりチャーシュー丼の登場です。チャーシュー丼は吊るし焼きの豚バラ肉の上に甘じょっぱいタレとブラックペッパーがかかっており、甘じょっぱいタレはご飯との相性が抜群。
また、お肉の上にかかったブラックペッパーがかなりいい役割を果たしており、いわゆるきれいめなラーメンの中で我々男子としてはどこかガツンと感も欲しいところをカバーしてくれるナイスな相棒。ナイスな相棒といえばの麺と海苔を一緒に堪能していったところで味玉の登場です。味玉の味付けの濃さはちょうどいいくらいのぴったりの味付けで、黄身の半熟具合も申し分ないナイスな完成度。味玉が好きな方であれば誰が食べても美味しいというであろう味玉は、サイドメニューでありながらクローズさんのレベルの高さを表しているナイスな一品。本日もこのチャンネルではおなじみの CM スタイルで堪能したところで、少し話は変わるのですが、ここ10日間弱動画を投稿できず、楽しみにしてくださっている方がいましたら申し訳ございませんでした。なぜ投稿していなかったかを正直にお伝えすると、実は少し前から YouTube へのモチベーションが下がってしまっていたので投稿できませんでした。モチベーションが下がってしまっていた理由として、2023年の年明けの北陸遠征の動画くらいのところから以前より視聴回数が下がってしまい、その結果見てもらえる新規の方の母数も減ってしまったので、必然的にチャンネル登録者数の増加も以前よりスピードが落ちてしまって、時間とお金をかけたのにというところで正直モチベーションが下がってしまっていました。現在チャンネル登録者数570名ほどなのですが、ここ10日間ほどお休みさせていただいている中で、最初の頃は1000人まで果てしなく遠いな、 YouTube 大変だなと思っていましたが、数日前にふと私カイトの中学校の母校の全校生徒数が600人ほどだったのですが、チャンネル登録者数約570人というのは視点を変えると、今現時点でも全校生徒の600人の前で発信しているくらい多くの方に見ていただけているんだなと感じるようになり、そう思うとまた頑張ろうとモチベーションが上がってきたので、今現在はモチベーションは回復しています。今後は可能な限り週3、4本くらいは動画を上げていこうと思っているので、引き続きご視聴よろしくお願いします。話は脱線しましたが、心機一転 YouTube を頑張っていこうと決意を固めたところで、残しておいたご飯にスープをかけてセルフおじやも堪能したところで、本日も大変美味しくいただきました。いかがでしたでしょうか、クローズさん。本日のまとめになりますが、スープは一口飲んだ瞬間に丸鶏の旨味と木揚げ醤油のキレがぐっと口の中を襲ってくる厚みのあるスープで、細かいことは抜きに直感的にこれはめちゃくちゃ美味しいと感じる絶品スープでした。麺はそんなスープとの相性抜群のしなやかな食べ心地の麺で、こういったタイプのお店さんの麺は柔らかめなところが多いイメージが個人的にはあるのですが、他のお店さんより若干歯ごたえが強めな印象を受ける美味しい麺でした。3種類のチャーシューは小ぶりではあったものの、1種類1種類こだわりを持って作られているのが伝わってきて、3種類とも美味しかったのですが、個人的には特に豚バラ燻製焼きチャーシューが好みでした。結論としてはスープ、麺、具材全てが美味しかったのですが、特にスープに関しては度肝を抜かれるくらい美味しかった印象で、次回は今回売り切れだったのどぐろそばも必ず食べに行こうと思える美味しいラーメンでした。最後に、このチャンネルでは全国のラーメンを皆様に紹介しています。現在チャンネル登録者数600人を目指していて、最終的にはチャンネル登録者数1000人を達成し、 YouTube を始めた時からの目標である北海道に味噌ラーメンを食べに行くことを目標に頑張っています。この動画が少しでもいいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録をして応援していただけると嬉しいです。またコメントや高評価もいただけますと、動画を作って良かったなと思えるので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。